ゃんにいじめっ子から助けてもらったんだって。そうよ、すごかったの。こうふわふわって鳥みたいにトントンふわふわって。すごかったの、すごかったの。すいません。なんだよ、お紅ちゃんの武勇伝聞かせてくれよ。いや、そんな滅相もないですよ。お紅ちゃんって強いんだね。子供相手ですから。いやいや、ガキ相手でも大したもんだよな。お紅ちゃんは何か心得でもあるのかい。まあ、踊りを少々。おお、踊りを少々ってことは、おい、ちょっとだけ使うってことか。ちょっとだけ使う。カゴカギが殺されたって話があっただろ。あれ死んだのはカゴカギだけじゃなかったんだとよ。おお、じゃ誰が殺されたんだい。見回りの侍が何人かいなくなっててよ、やられたんじゃねえかって。あんな、やったのはやっぱり忍びか。多分な。気をつけねえとな。怖えな。お前気をつけねえと。なんでだよお前。そうそうそう、また来るね。ありがとうございました。しかし、おかみも勝手だよな。何がですか。おかみが忍びを消そうとしてるって噂だぜ。そうなんですか。いやー、ひでえよな。散々使っておいて、いらなくなったら消すなんてよ、うん、でもそう簡単に忍びもやられないのでは。だな。同業愛哀れむってとこかい。俺は違うよ、れっきとした萎縮だよ萎縮。仕事がなくなってからブラブラしてるくせに毎晩飲みに来やがって。うるせえ、売上に貢献してんじゃねえか。実はよ、あの廃人の松尾芭蕉は忍びだって噂があるんだぜ。ええ。芭蕉は伊賀の出だろ。大体よ、奥の細道の通りに旅したとすると日に三里は歩かなきゃならない計算だ。芭蕉の投資じゃ無理があるんだろう。本当ですか。あとよ、絵師の葛飾北斎も公儀隠密だったって話もあったぜ。
すげえな。俺もなろうかな、お水に。バカ言ってんじゃねえよ、やめとけ。今度は本当に首切られんぞ。毒吐きやがって。今の話本当ですか？わしの空事だ。なんだ、話は面白い方がいいだろう。おばちゃん、またね。ありがとうございました。喉渇いたね。喉渇いた。隣のばあさんがくれたんだ。大将がお裾分けだって。いただいたお魚の煮物です。さようか。よかったら一緒にどうだ。いえ、では一緒に食べよう。近頃はどう？いじめられなくなったよ。本当？私もお姉ちゃんみたいに強くなりたいな。私は強くないよ。あいつらやっつけてくれたじゃない。それでも強くない。勝負は強いやつが勝つのではない、勝ったやつが強いんだ。そういうもんだ。じゃあやっぱりお姉ちゃんは強いんだ。いかがいたしましたか？いや、なんでもない。いじめっ子。おう、どうした？母ちゃんが どうしてこんなになるまで放っておいた？医者に見てもらうせいになんてありませんよ。
気層で煎じた薬湯。呼吸は少し楽になるかも。飲ませてやってよ。ダメ、強い薬草だから何度も飲ませられない。じゃあどうすんだよ、助けてくれんじゃねえのかよ。あれ、遅くなった。ほら先生早く。誰かおる。急かすな。この町の医者が出払っていて隣町まで行っていたんだ。本当にいっぱい払うんじゃろうな。払う、しっかり見てくれ。ひとまず安静にしとれば大丈夫じゃろ。ありがとうございました。あんた医者の知り合いでもおるんかい。え、いえ。いや、姫木草を飲ませるってのはいい判断じゃった。